こんにちは。こんにちは。こんにちは。でも、ユタカさんと言ったら、この球団外せません。横浜 DeNA ベイスターズ。どうすか、ユタカさんの目から。まあなあ、言いにくいっちゃ言いにくいなあ。今年優勝候補だったんだよ。確実に優勝ができるという、うん、俺はそう思ってた。まあ、はっきり名前出すけど、はい、ちょっと待って。かぶりで行きましょう。いや、あのさ、茨城が石田っていうのをちょっと名指しで言うけど、はい、やっぱ彼らっていうのはすごい潜在能力って高いピッチャーなんだよね、うん、で1年間フルに働いたでしょ昨年で。今年どういう現象になってるかっていうと、その疲れが抜けきってないんだよ。でやっぱね、ピッチャーっていうのはやっぱフル回転で投げるとさ、やっぱ相当なダメージが体に来てるはずなんだよ。ピンポイントだから、肩肘っていう、そうっすね、抜き方を知らないというかさ、オフに抜く努力をしてない、選手個人だってことですか、ね、だからそこら辺がまあ勉強不足だったというか、でまあそういうのでピッチャーがちょっと崩壊気味だったよね。それと野手で打てない時も打つ時もずっと固定で、まあ1番桑原を使い続けるね、はい、で2番梶谷とかこうやって使い続けたよ、はい、3番ロペス、4番筒香、はい、ね、こうやって使い続けた昨年、はい、そしたら使い続けれる選手っていうのは何が生まれる？5番目なんだっけ、使い…何が生まれる精神的に？精神的にですか、うん、安心とかさ、違う、仕事に対して使い続けられるっていうことは何が生まれる、はい、個人の自覚として、責任感、お、そう、責任が生まれるんだ。だからその責任を果たそうと思って去年必死にやったんだ、みんな。まあ、で今年固定は辞めるっつったよな。辞めて桑原は外される、梶谷も途中で外されて怪我する、はい、飛ばしがいない、はい、責任を持ってるのはこの3人だから、この3人の成績はいいでしょ、他の選手は不安しか生まれない。この責任感を与えた去年と今年は不安でしょうがなかったチームっていうのがじゃあどうなのかっていうと、成績として現れてるじゃん。もういやだからなぜ去年固定で戦って一応みんな数字を残したのに、なんでその上乗せの責任を与えなかったかっていう、同じでいいやん、別にその不安がチームを動かしてるからそんなにうまくいかないんだよ。でも不安の中でもちゃんとしっかり戦ってることができてる、そしたら不安さえなければ俺は優勝してると思うんだよ。だから失敗したなと思うんだよ見てると。なんで去年あれだけラミレス監督が我慢して、お前もう変えた方がいいんじゃないのっていうのも我慢をして導き出して、はい、なんでそれを1年で撤回しちゃったかなと思って、それが残念でしょうがないんだ。そのまま行ってほしかったっていうことですね。だからそこが俺はベイスターズの一番のマイナスだったと思う。でもまあいいところもありましたよね、例えば東投手だったりとか、うん、そういう強化だからルーキーで必死でしょ、はい、そうしたら流れに乗っていくと意外とできるもんだ、ね、でもだから来年なんで先輩がいるでしょ、はい、3人、はい、左ピッチャーね、はい、石田、はい、今永、浜口、はい、こいつらによく話聞くことだよ、なんで今年ダメだったのかって。やっぱもう東は疲れを取ることを終始したこと、で打順もコロ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 変わる、打順がコロコロ変わるっていうことはさ、ポジションもコロコロ変わってるみたいな感覚なんだよ。だからそういう意味では DeNA は選手がいるんだから固定で良かったということだよ。大和選手の加入はどうですか。いやだからあれを取ってくるからバタバタになった。大和が悪いわけじゃないよ、大和を中心に物を考えたから、いや倉本がダメになるとかさ、まあ、そういう弊害があった。優秀な選手を取ってくることは悪いことではないよ、はい、悪いことではないけどチームのバランスが崩れる時があるということ。うーん、なるほど。だからそれは成功か失敗かっていうのはこう1年だけじゃなくて、はい、この先も続いていくことだからそれは評価しちゃいけないと思うけど、今年の場合はもったいなかったという話。うん、まあそういうことです。あたりさん、はい、どうした